しっかりリリースしていくように意識ね。はい、いいぞ。週1本目はい、無線はすぐ次の人入れてください。それとあとうち以外のチームの人はもうどんどん間に入ってもらって大丈夫なので。ハルタ1本目はい、オッケー、スタート、オッケー、どんどん出て。黒川行きます。はい、オッケー、どんどん出て。誰？いますね。いいよ、どんどん行こう。うん、引っ張っちゃダメ、横に。引っ張ると前半ができないぞ。ほら、引っ張りすぎ。もうちょい前出てこい。しっかりして。はい、鈴鹿、ひとまず一本滑ってみよう。このシャドウ感久しぶりでしょ。はい、ゆい抜けた後、はい、抜けたらすぐ次方向、オッケー、抜けてすぐ次、はい、すぐ次、次、はい、オッケー、いいよ。ちょっと間開けた方がいいね、正宗。ちょっと待ってね。はい、正宗オッケーだよ。正宗一本目。回しすぎだってお前。動く方向。
はい、みかんもいいよ。はい、出ていいよ。川口は前後差があるとスキーどんどん取られて外足逃げるからね、しっかり方向ね、スキーと整体させていくように意識ね、体の向き。はいぞ。見ようか、ちょっと待ってね。はい、スタンス狭いな。はい、片桐くんいいよ。ハルタ、しっかり後半にかかと気味の重心にならないように意識して滑ってごらん。しっかり前へ出ていけるようにいいね。週2本目、軸の作り方はいいんだけどさ、そこからの乗り込みがちょっと弱いよね、週は。おーい、はるた2本目。あ、やめろ、組むな組むな、そんなとこで。孔明、ちゃんとターン方向に体を向けながら入ってこい、しっかり。違う、タイムは取れてるかって。さくらかな。タスク、しっかり積極的に向けていく。急斜面だからちょっとやりやすいはずだよ。はよう。おい、はい、すぐ、そう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 、今の向け方いいね。はい、はい、いいぞ。だんだん下に体向けられるようになってきたよ。ちょっとさ、角を緩めてリリースしていくのをイメージしてごらん。角を結構強めてっちゃってるから、やっぱり角を緩めて、ね、後半にかけて緩めていくイメージを持ってやってみて。いいよ。はい。何やってんだよお前。まほい。ほい。いいよ、よく動けてるよ、ゆうま。ゆい、方向付けの感じはその感じで OK なんだけど、二段エッチングになっちゃダメ。はい、緩める緩める。急にそう急に
方向変わりすぎだな。お願いします。もうちょいさーって感じでよかったのに。鈴鹿、ちょっとこのシャドウ感頑張って慣れてこれ。我慢、はい、すぐ、はい、すぐ。はい、ももか。ももかもそう。このシャドウ感に頑張って慣れる。いいね。内投しないようにしっかり慣れて。ね、ポールの内側に向かって飛び込んでいくぐらいの感じで。ね、昨日のスラロームの感じでやってみて。はよー。はい。鈴鹿。お願いします。はい、まさむね。方向付けがちょっと甘いぞ。さっきのだとだいぶライン下に下がれ、落とされすぎちゃってるから、ちょっとラインキープするためにも方向付けしっかり使っていいな。はい、どうか。まさむね、ちょっと待ってね。次の方向を向けてこなければ。はい、マサムネ、いいよ。いい感じです。お願いします。マサムネ、はい、はい、すぐ。長く乗りすぎなんだよお前。シュー、お願いします。シュー、はい、一回整備。シュー先頭だよね。はい、整備行こう。はい、川口はいいよ。はい、はい、はいね、ちょっとスタンス狭すぎだよ。肩幅ぐらいに広げた方がエッジ立ちやすくなるからね。肩幅ぐらいに広げて外股関節曲げて 内側高くするぐらいの感じでいってごらん。いいよ。外股関節も上げられるとな。特にこっち、こっちもだ、両方だな。一周、はい、はい、はい、すぐ反対方向。せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい。動く方向なんだよな、ハルタ。いいね。オーケーオーケー。あ、ゆい、さっき言った通りね。いいぞ。抜けた後の体の向きだぞ。はい、はい、次、次、はい、ここまではいいよ、結構。はい、いいよ、お願いします。
はい、ユーマー、スタンスと、あれ、上半身の被り、絶対。次だぞ。マサムネ。オッケー。マサムネ抜けた後の体の向き、しっかり軸を長くしながら次の方向向けてけ。はい、みかん。だいぶ滑れてきてるから、しっかり次の方向に両手向けながらね、両手前に出して滑ってこい。はい、いいぞ。みかん。はい。いいぞ。はい、片桐くんね、ちょっとスタンスやっぱり狭いので肩幅ぐらいに広げて、で、外肩下げるぐらいの感じで外スキーの方に体寄せてってごらん。もうちょいしっかり乗れるよ。はいよー。みかん早くなったな、なんか。もうちょい外の方に寄っていけば、そう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 、オッケーオッケーオッケー。この辺はいいね。これぐらいしっかり乗る。桜。次の方向に向かって体伸ばしていってから荷重していくイメージでね。よっ。お願いします。を長くして前半作ってって、その後しっかり外スキーに乗り込むように意識ね。はい、どう。伸ばしてみ。ああ、合ってんだよ。それで伸ばしてからグッと伸ばしてから、ほら急に折らない。シュー、ちょっと待ってて。いいよー。右方面します。お願いします。 OK、 こっからラスト2本ね。ユーマ、インターハイじゃこれぐらいの起伏は全然あるからね。はい、しっかり集中してバシッといこう。はい、ラスト2本。なんでこんなになっちゃったの。終了です。オッ
OK、 できるところだけでいいからな。しっかり足場ができてから荷重してくるぐらいの感じでいこう。いいよ、ラスト2本。おお、はい、ゆい、インターハイだとこれぐらいのガタガタはもう想定内だからね。えい、で、ビビらないでしっかり最後までしっかり乗るよ。集中して、いいな。体の向きだいぶ良くなってるからね。いいぞ、はい、そう。はい、ももか、しっかり足場を作ってからだぞ。いいな、足場を作ってから、足場ができてからガツンとしっかり荷重していくように意識だよ。軸を長くして、よっ、耐える。なんだ、止まるな。あ、まあいいや、ここはむずいよな。オッケー、敬語、体持っていく方向だいぶいいからね。その調子でラスト2本いくぞ。いい、体を長い軸にして前半作って足場がしっかりできてから荷重ね。よー、さくら、お願いします。はい、ラスト2本ね。急斜面の一番急なところは結構難しいと思うから、その下だけでもしっかり外股関節曲げて足場を作って、その足場に向かって乗っていくイメージでやってごらん。はい、まさむね、体の向きだいぶ良くなってきてるから、で、次の方向に向かって体伸ばして足場を作ってからそこに向かって荷重してけ。はい、ぞー、もっと乗ってくるぞ。ぐーっと、ぐーっと。はい。今の翔太さんに稲葉さんとも G とこなってます。お？45でいいそうです。はい、了解です。そっちのコース行ってみた？あ、下ってみます。はい、了解。一番検証が行きます。オッケー、ラスト2本です。どうぞ。